底辺の石の人？今度早とこっちの方です。はやぶさ？はあ、難しいね。誰が開くはやぶさ？難しい難しいね。ゴンちゃんみたいな感じですけどね。タクタク。ですけど。女の男の子。へえー。なんかベタ座りして。どうしたの？ちょっと緊張してます。緊張してる。かわいいね。かわいいね。たまらんね。甘えんぼです。痛かったの。重たいんじゃないんですか？何キロぐらいありますか？何キロぐらい？15、6キロかな。うん、そこがチャームポイントですよね。もうムチムチっとしたから。ムチムチボディがたまらない。何年どれぐらい保護してるの？私ね。え、私ただのボランティア。あ、そうなんですね。誰に聞けば？藤永さん教えて。藤永さんに聞けばいいのかな。本当に何歳ぐらい？2歳とかそれぐらいじゃないかな。顔見せて。顔見せて。タクトくん。タクトくん。こっち向いて。タクトくん。真っ白。ねえ。こっち向いてくれんと。こっち向いてくれんと。おい。あ、向いてくれた。あら。イケメンじゃん。イケメンじゃねえ。どれ？あら、あら、かっこいい。かっこいいよ。甘えん坊で慣れたらもう何されても怒らないです。本当ですか？タクトくん。もちもちボディ。歯が綺麗。カーがどこで見つかったんでしょうね。はい。ああ、そうなんですね。なるほど。あと 16.5キロ。16.5キロ、タクト君。タクトは、タクちゃん、タクちゃんこんにちは。なるほど。ちょっとなんか形がね、他の子と違う感じですよね。ああ、ちょっとモワモワっとしてますね。ねえ。何歳ぐらいだろうと思って。あ、ホームページみたいなの載ってるのかな。ほうほう、この子は？この子はなつきです。あ、なつきちゃん、まだお話聞いてなかった。元気ですね、これまた可愛い。元気です。可愛い。夏希も何人か兄弟の最後に残った子ですね。そうなんです。うん、耳だけ茶色じゃないですか。うん、ちょっと奇襲っぽいところもあるのかな。奇襲系？何で、性格が？うん、もうやし、ちょっとなんか見た感じもあります、ね。なんかすごい足が長いんですよね。え、綺麗。スーッとしてる。夏希ちゃん、七つの希望と書いて。そうです、夏希です。七人兄弟だ。七人兄弟になってましたぐらいか。うん、結構。へえ、ね、ね、結構ね、踏ん張ってらっしゃるから力がいるのかな。いります。引っ張ると、はい、月は飼い主さん次第。あ、なるほど。組み重ね、うん、信頼してる人の言うことは聞きますもんね。そうですね、分かってますよね。ちゃんとお世話してくれる人っていうのは。そうね。うん、あ、まあまあ力ある。あります。
なつきちゃん、こんにちは。こんにちは。赤ちゃん。ビビリさんです。あら赤ちゃん、綺麗ね。ねえ、綺麗。赤ちゃん綺麗ね。赤ちゃん綺麗。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫は。扱いやすい。こんな感じで撮りたかったね。お、声は低いんですね。うん、今のはちょっと咳込んだから。あ、ちょっと綺麗な感じで撮ろうね。譲渡は県内ですよね。希望的には。希望的にはまあそうだけど。まあせめて広島岡山というぐらいかな。なるほどなるほど。まあ、理想は車移動で 2,3 時間のところ。おお、ね、連れて行ったり移動したり無理がいくとね。やっぱり人間も。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。